アイチャレは今回で8回で目の開催を迎えますねウィーブやパドロックリチウムイオン蓄電池事業といった6件が事業化していますよね過去7回の開催で564件の提案と800名以上の応募をいただきましたアイチャレから学べることは計り知れないですよね挑戦することに意味がありその過程での成長が大事だと思っています私も熱意を持ったチャレンジャーの皆さんを全力で応援します 今日のテーマは、次のチャレンジャーはあなた、アイチャレンジエイトです。ゲストは、コーポレート戦略部門インキュベーションラボの前頭さんと、西武電子工業の西尾さんです。それでは、カズさん、前頭さん、西尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、カズさん、アイチャレンジ、通称アイチャレは、今回で8回目の開催を迎えますね。 はい、えー。これまでウィーブや、えー、パドルック今日来てきてますけどパドルック、それからリチウムイオン蓄電池事業といった、えー、6件が事業化していますよね。はい。過去7回の開催で564件の提案と800名以上の応募をいただきました。事業化に至らなかった案件も含めて挑戦することに意味があり。 私たちはその過程での成長が大事だと思っています。そうですね。チャレンジは簡単ではないですし、いろんな苦労がありますよね。それでも果敢にチャレンジする人は周りに良い刺激を与え、その広がりが組織全体の変革を促していくはずです。熱意のあるチャレンジャーがどんどん増えてほしいと毎回思いますね。 西尾さんは初参加ながらアイチャレセブンの一次選考、二次選考を突破し最終選考まで進まれたとお聞きしました。どのような事業を提案されたのか教えていただけますか。はい、えー、私が考えたのはお墓の悩みを ICT 技術で解決する個人データのライブラリー化サービスです。うん、私も最終選考の審査員として西尾さんのプレゼンを聞かせてもらいました。 はい、えー、昨年の放送でカズさんが宮殿って信頼のブランドだからとおっしゃっていたのが記憶に残っていて参考になりました現在墓地不足や管理問題でお墓を持てる人がどんどん減ってきているつまり墓じまいをする人が増えているんです、えー、ですが子どもの立場としてはお墓がないのはつながりをなくす寂しさを感じ罪悪感を抱く方も多いと思いました、えー、なので、えー、個人の 生きた足跡つまりその人の動画や写真といったビジュアルデータから趣味や職歴思考のテキストデータをクラウド上で管理して子孫に残すというサービスを考えましたなるほど、えー、私の言葉がヒントになったことは嬉しいですね、えー、当社には安心サポートの一つにお墓サポートがありますがそれとはまた別の視点で考えたんですね。はい 私が考えたのは最初からお墓の形があるのではなくあくまでシステム上にお墓を持つようなイメージですこれをやはり宮殿グループだからこそやってみる価値があると思いましたお墓の問題は悩んでいる方が多い割に人の死のような問題でタブー視されがちですなので宮殿のように信頼の厚い企業が本腰を入れて取り組むことで お墓の存在価値を改めて考え直し、えー、本来の大切にされるべき思いの部分を担保しながら新しい価値を生み出せるんじゃないかと思いました、うん、ととててもよく考えられいいいるううふうに思います、えー、今回惜しくも最終選考の通過はかなわなかったようですが、えー、そこまで残ったということは、えー、半年間この提案をブラッシュアップし続けたんですよね。はい 内容についてついつい欲張ってしまい心身ともに全て出しし尽くすほど考えました私は当時西無電子工業の組織風土改革の業務を担当しておりましてチャレンジ精神を推進・醸成する立場だったので自分がアイチャレに参加することでチャレンジするのは素晴らしいことなんだという姿勢を周りに行動で示したいという気持ちが特に大きかったです。 職場の方々にも励ましの言葉をいただきながら取り組むことができましたこの愛チャレが当社だけでなく給電グループ各社の皆さんにも熱意を持って取り組んでいただいていることがとても嬉しいです西尾さんの果敢にチャレンジする姿勢は周囲にもポジティブな影響を与えていると思います自分自身に変化を感じることはありますかはい えー、まずは楽しめたことが自信になりました、えー、また数字の作り方、えー、いわゆる事業計画を学べたのが面白かったです、えー、私は普段数字を見るときその数字に至った原因やプロセスまでは深く追求しきれてなかったことを気づきましたし、えー、アイチャレでは事業主として収益化の部分を深く考える必要があります えー、売上がもっと必要ならどんなサービスを加えればよいか、えー、売上を増やせたとしてもそれは利益率から見て妥当なのかということ、えー、お客様をを想像しながら収支サイクルを積み上げるのはすすごく面白かったです、えー、自分の業務に関係なく会計を活用するための知識や意識は基礎力として持っていた方がいいなと感じました。えそうですね 毎回思いますが愛いちゃれから学べることは計り知れないですよねその経験をいつまでも自分の学びと成長につなげてほしいこれはスポンサーである私の切実な思いですそれでは最後になりますが風さんから皆さんへメッセージをお願いします、うん、はい宮電グループの使命である 電力の安定供給と未知の領域を手探りで開拓していくイノベーションとは一見水と油にも見えますしかし企業の存続は決して同じことだけで叶えられるものではありません老舗と呼ばれる多くの企業に通じることですが 現状に甘んじることなくより高みを目指してチャレンジを繰り返しているもの、会社だけが変化のの激しいここ時代でで生きき残ることができます。チャレンジしてみてたとえ思うような結果に結びつかなくてもチャレンジしたこと自体に大きな意味がありますアイチャレは会社に所属しながら今の自分の力を試し実践を通して成長できるチャンスの場です。 各職場の上長や職場の方も新たなことにチャレンジするメンバーの背中を押してあげてほしいと思います私も宮殿グループのトップとして熱意を持ったチャレンジャーの皆さんを全力で応援しますカズさん、前頭さん、西尾さん今日はありがとうございましたありがとうございました,あま,したまあでも本当に 少子高齢化でお年寄りが増えていく。まあ、それはも,もちろん、ストレートに亡くなる方もこれから増えていくんだろうからね。それを考えると、えー、なんかお墓の問題とか。前から言ってるんだけど、お墓の問題でしょ。からペットの問題とか、なんかそういう時代がどうしても必要なものを何とかできないかと思うんだけどね。お寺とかにヒアリングとかも行ったんですけど、うんうん、お寺さんの方が結構、あの、やっぱり。 事、うん、業として継続が不安定になってきてるので、割とノリノリで、うん、はい。ポジティブな意見の方が。あ、そうですね。なんか制度っていうのも崩壊してる。んあ、そうですね。もうあの都心のところだけが。納骨堂で儲かってて、うん、もうちょっと過疎化みたいな感じでいろいろ。で、うんね、はい、あとアンケートを社内で取ったんですけど、うん、やっぱり。 30代以降はお墓いらないってもうぱっちり分かれたラインがあって、うん、ああこれ代代か、ね、な <laughs> 30代です <laughs> 割,と割ともう自分が死んだら、まあ、でも自分の,母あの親とかはね、うん、お墓大事にしたいけど自分が死んだらもういいかなっていうのはちょっと皆、うん、さんそうおっしゃるんですけどそ,、うん、それを事業家ってなると、うん、なんだかこうもじもじしてしまうところが。うん